サイン実況プレイ始めていきたいと思います。大学生が友人に誘われ VR 肝試しをすることになりという雰囲気ホラーゲームですらしいですね。流血ホラー描写を含みます。苦手な方はプレイをお控えいただきますようお願いします。15歳以上推奨。さっくり度5、能量度3、ご想像に委ねる度4みたいなゲームらしいですね。1ルート5分から15分、エンディング3つのゲームらしいです。やってこ。はじめから。主人公の名前を入力してください。ユリ、ユリでいこう。今日は俺はユリ。息をするとむせ返るような暑さと湿気が入ってくる夏は今じゃん。私は昔からこの季節が苦手だった。そうなのか。昔はなんとなく夏好きだったけどな。汗かいていいっていう気持ちになれば。のぞみ、ねえ肝試しやってみない？怖顔パキってんな。肝試し。ユリの顔めっちゃいいな。大学の恋が終わった後に友達ののぞみからそんな話を持ちかけられたのはある夏の暑い日のことだった。肝試しやろとか俺友達に言われたことないんだけど。こんな暑いのに肝試し、暑いからこそやるんじゃないの。大丈夫、 VR だから。なんとかマップみたいに地図から現地の画像を見れるのあるじゃん。ああそっかそっか、そういうのだったら確かにやってみたいかも。それを使ったサービスで旅行会社がやってるのがあってさ、今は無料キャンペーン中なんだって。本当にありそう。いや楽しいだろ、テンション上げろ。どうした、ゴーグルとかヘッドセットとかは大地が貸してくれるってね。最近どこもみんなで行けてないさ、やろうよ。行こっか、やろうやろう。大地、真田くんがなんかあんの。真田というのはのぞみの彼氏の名前だ。金持ちの息子らしいが私は軽薄な彼が少し苦手だった。あそうなんだ。のぞみはいい子だが人を見る目はないと思う。あそうなんだ。佐々木くんも来るんだって。私と大地だけだとバランス悪いし。ねえ行こうよ、こういうやつよくいるよね。だ男と女同じ数にしたいやついるよね。なんか何のバランス、本当にね、どうでもいいわって感じだよね。仲いいやつらと行ければ私はそれでいいの。変に気使わないでよ。佐々木というのは真田の友達の名前だ。正直肝試しなんてバカバカしい面倒だと思ったが、のぞみに困った顔でじっと見つめられると私は弱かった。そうなんだ、優しいね。わかった、でも盛り上げ役とか期待しないでね。私は普通にのぞみたちについて行って帰ってくるだけだから。いや任せて盛り上げは。よかった、ありがとうユリ。やっぱり私たち一緒の友達だよ。こうして私は VR 肝試しに参加することになった。楽しそう。これをこうしてゴーグルを下げてヘッドホンをすればいいんだよね。ネットがあればどこからでも接続できるので、時間を決めておいて各々家などからログインすることになった。めっちゃ怖いんだけど。それみんなで集まってやろうよ、せめて。せっかくなら。私は万一騒いでマンションの隣の人に迷惑かけてもいけないので、近所のネットカフェからログインする。え、ネットカフェの方が気使うじゃん。事前にもらっていた ID を入力してログインする。だって喋れなくない、ネットカフェって。喋れるのかな。ネットカフェ全然行ったことないんですよね。薄暗い建物が視界に映し出された。まだ誰も来ていないようだ。ヘッドホンから時折風で木々が擦れる音がする。こうした環境音も現地で採集してくれているらしい。便利な時代になったものだ。本当にね、すごいね。何でもできちゃうじゃん、 VR あれば。なんだ。もしもし、のぞみどこにいるの。ログインしたんだけど。ゆりこそどこにいるの。まあ私たち中で待ってるけど。中にいんの。もう一緒に中に入ろうよ。え、あ、ちょっとのぞみ。電波が悪くなったのかノイズが入って切れてしまった。私のいるネットカフェはビル街にあるので電波が悪いのかもしれない。そういうもんなの。ネットカフェって電波よくあれよ。どうしよう、中にいるって言ってたけど、ディスコードとかを繋がないんだ。再びゴーグルとヘッドホンをつける。中で待ってると言っていたが、そうそう奥までは行かないだろ。レイやお化けは信じてなかったし、行ってもオンライン越しなので、何か起きても大丈夫だろうと思った。確かにね。でも逆に怖いけどね。現実の方だったら、まあどうせ何も起こんないだろう感で行けるけど、VR だったら、もう何か起こしてくるじゃんっていう気持ちで行かなきゃいけないもん。恐れをののいちゃうよ。それにのぞみは怖いものが苦手だから探してあげないと優しい。事前資料によると、マップ間の移動は矢印ボタンをクリックできるそうで、え、嘘だろ。今から俺操作すんの。そういうゲームか。建物の入り口に近づくと矢印ボタンがあった。これのことだろうか。本当にゲームみたい。ゲームの中でゲームやってる。画面の中で調べられる場所もあり、カーソルを乗せると音がするらしい。すごいね。今時、セーブだよ。セーブもできるのかな。ここに行くんだろうね、まず。ただ他、カーソルで知る。なんかここら辺にさ、何か映ったりとかするの絶対やめてよ。なんかここら辺ありそうに思えてくるんだけど。ホラーゲームだ。
これそうか、納涼感をお楽しみくださいとか書いてあったもんな。入ってやるよ。みんないる？なんで入っちゃったの？こういうのみんなで入るのが醍醐味じゃないの？不意に耳元で誰かの吐息のような音が聞こえた。本当に？聞こえなかったよ俺。いや、ここはゴーグルとヘッドホンを外そうとするが、なぜか頭にがっちりと固定されており、ビクともしない。ここは息が徐々に大きくなる。逃げなければと直感的に悟った。え、大丈夫？いや、外への矢印が消えてる。もう出られないんだ。バイオハザードみたいな世界観じゃん。進むしかないし、セーブもできなくなっちゃったんだけど。え、何？あ、ほんとだ。カシャカシャ言ってる。ここら辺調べられんだ。え、カシャ、カシャって言ってる。これは？何かが後ろから来ている。逃げなくては。ほんとに何か来てんの今。逃げなくては。え、来てんの今。え、後ろ振り向いてみようかな。振り向けないよね。これは？逃げなくては。ずっと逃げなくては。え、待ってみる。え、なんか来てんの？怖いんだけど。進む？セーブもできないんじゃ。何もできない。もう一応めちゃくちゃ調べてみたらどうなるんだ。逃げ遅れたりはしないのか。ほんとだ。足音がするけど別に近づいてきてる感じはしないの。ここは？暗闇の中、視点を近づけてよく見ると、柱と柱の間に瓦礫が積もっており、中は空洞になっていた。なんとなくちょうど人一人分くらいに思える。ここに隠れる。いきなり？隠れるかじゃあ。もうバレてんじゃない。私は瓦礫の空洞に身を隠すように滑り込んだ。そのままじっと息を潜める。怖っ。いや、怖い音。うわ、すごいな。VR って。外に出る？出ないよ。出るわけないだろ。いや、男は誰かいんだけど、両耳に。両耳に誰か住んでんだけど。出ない出ない。もう一生出ない。俺ここに住所を取る。え、近づいてるように思える。いやー。いや、何何？見つかった。え、何？昨晩11時頃、なんとか区のネットカフェで女性が死亡しているのが発見されました。なんでだよ。同じ頃の時刻に女性と同じ大学に通う男女数名も自宅ネットカフェなどで死亡しているのが見つかり、警察は何らかの関連があると見て調べています。どういうゲームこれ、怖っ。死因は変死とされていますが、関係者によりますと何かに咀嚼されたように全身が損傷しているとの情報が入っています。なんで依然として不明な点が多いため、さらなる情報が入り次第。なあ、聞いたか？この被害者、うちの大学の生徒らしいって。噂だろ？どこの大学でも今頃そう言ってる。ああ、まあね。ああ、お前はドライだな。でもさ、聞いてて一つ引っかかったんだけど。咀嚼って獣なら普通使わないよな、そんな言葉。ほら、こう、肉食の獣なら剣士だから、噛みちぎるとかになるだろ。咀嚼だなんてまるで。と、始まっちまう。早く行くぞ、佐々木。はいはい、佐々木。エンドにカゲロウ。カゲロウに殺されたのか。いや、怖。そっかそっか、隠れすぎちゃダメなのか。じゃあ外に出る。恐る恐る外に入れる。不気味なほどあたりは静かだ。もういなくなったのだろう。いや、いるいる。私は恐る恐る振り向いた。マジか。食われた。あ、よかった。そういう感じね。オッケーオッケーオッケー。そういう感じね。ありがとうありがとう。もうそれさえ分かればいいわ。あの、バーとか、なんか出てきたりはしないんだね。なんとか、そういう感じが分かれば、まだやっていける俺。エンドにかげろう。そっか、じゃあ、いつ出ても関係ないんだ。じゃあ、一回出るのやめて。いや、男は。で、二回目で出る。同じなのかな？ああ、戻れる！矢印が出てる。矢印が出てるけど、文章が進まねえ。ここ押した、押せた。もう焦ってたのか。私は何事もなかったかのように外へ出ることができた。そこは最初とは全く同じ音と景色が広がっていた。え、何だったの？私だけは生存したの。あ、戻ってこれた。いや、この画面に何か映りそうだぞ。よかった。ゴーグルもヘッドホンも外れた。それにしても何だったんだろう。望みも無事だといいけど。いやー、何？あれ？ヘッドホンに血がついてんの。
いや、なんで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 、何これ。昨晩11時頃、同じ大学に通う男女数名が自宅ネットカフェなどで相次いで死亡しているのが見つかった事件で、奇跡的に一命を取り留めた女性が意識を取り戻しました。私生きてる。警察による事情聴取が行われたと見られており、さらなる情報が入り次第。いや、あんな、あ、生きてたユリ。もう一度聞きますが、ユリさん、あの夜何があったのですか。いや、わかんねえよ、わかんねえよ。え、ネットカフェってさすがにあれなのか、一部屋一部屋には監視カメラみたいのついてないのか、まあ、ついてたとしてもか。ああ、やっぱりダメか。こっちを見やしねえし、これはまともに会話はできなそうだな。ですね。で、うわ、彼女を書きすぎて包帯から血が滲んでるじゃないですか。うん。ほら、その妙な傷跡から人の歯に噛みつかれたみたいなでしたっけ。どうしよう。看護師の方呼んだ方がいいですかね。そうだな、帰りがけに呼んどくか。まあ、ゴミ箱の包帯を見るに、止めてもすぐに帰ってるんだろうがな。うわ、怖いね。が、息が聞こえる。あ、まだ聞こえるんだ。うわ。と、見舞い客を待たせてしまいましたか。申し訳ない。ああ、いえ、お気になさらず、気を使わせてしまってすいません。青年。素敵な花束ですね。ご友人か何かですか。はい、大学の友人でした。今の彼女には僕が認識できるかわかりませんが。そうですか。ああ、その、変わった花ですね。花にはそこまで詳しくないが、あまり見たことないな。アセビって言うらしいですよ。綺麗ですよね。アセビめっちゃ聞いたことある。最近聞いたことあるんだよな、これ。なんかあんまいい花言葉じゃない気がすんだよな。なんだったっけな。あ、全然いいか、いい花言葉だった。清純な心、献身、犠牲。まあ、犠牲か。犠牲なのかな。あなたと二人で旅をしましょうっていう意味もある。みたいですね。そうですか。ああ、引き止めてしまってすいません。どうぞお入りください。我々はもう失礼しますので。いえ、今は少しやめておきます。望み。いや、そうなるよね。エンド一、ずっと一緒に。あー、こいつが何かやったってこと。いや、でもそんな能力あるわけないよな、人間が。タイトルもサインだし、おまけがもう見れんの。じゃあ普通に、あとはこっちが行くだけだね。エンディング3つって書いてあったし、ここ行こう。もう走ろう。みんないる？いやー、いっぱいある。奥行こう、どんどん奥に行こう。いや、戻るしかない。嘘だろ。え、なになになに。いや、なに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 。何かが後ろから来ている。逃げなくては。だろうな。どこ行ったの、どこに逃げたの俺今。ここら辺触れるのは。逃げなくては、逃げなくては。上行こう。上でもさ、逃げ道がなくなっちゃうわ。上って、ここら辺は逃げなくては。分かってる分かってる。奥に行くしかなくない。こんな戻ったら負けるよね。何の音、何の音。逃げなくては、だろうな。何何、逃げなくては。オッケーオッケー、分かってる。左行こう。よかった、先にこっちが取ってたらさ、どれがエンディングか分かんなかった。イケア後ろから追いかけてきてる。本当に来た道を戻る。戻んない戻んない。こっちから来たの俺。じゃあこっち行こう。そっち、じゃあもうこっち逃げる。もう戻るしかないじゃん。ここまで来たらダメなのか。あ、で、ここに隠れられるって気づけたのか。じゃあ戻ろう。いいよ。かかってこいよ。私は機密を返して走り出すために思い切って振り向いた。するとそこには、何？いやー、いたのか。あれ、エンディング取れるか、これ。あ、変わってる。昨晩11時頃、ネットカフェで女性が死亡しているのが発見されました。同じ頃、あ、これ変わんないね。咀嚼されて全身が損傷してる。エンドさん、息を奪うもの。どういうこと？何だったの？結局、誰が犯人なの？サインとは何なの？誰が何かしらのサインを出してたの？私以外のみんなが生き残ってるとかならまだしも、全員死ぬなら誰がやったの？これ。おまけ。あれ？気がつくと建物の前に立っていた。ザーザーと風が吹いてる。ああ、そうだ、私ユリを探さないと。お前、のぞみ？生きてんの？のぞみ？私、ここら辺は調べられない。じゃあ、行こうか。のぞみ。
じゃない、私が望みだった。ユリいる？小さい頃からユリは私が呼べばいつだって助けに来てくれた優しいユリ、可愛いユリ。うわ、こいつがやばい人なのか。何人も男たちを試してきたけどユリを超える人はいなかった。さっきだって大ちゃん逃げ出して、さっきなんて、さっきってなんだっけ、さっきってなんだっけ。ああ、それよりユリを探さないと。ああ、じゃあ何なの、のぞみがユリを殺したみたいな状態なの。彼らといる時の嫉妬に満ちたユリの瞳、それを見ると私はいつも恍惚とした気分で満たされていた性格。だから私は男を連れてユリに会うのが好きだった。性格狂ってんじゃんお前だいぶ狂ってんじゃん。ユリいる？ユリ、私が泣けばユリはいつだってそばにいてくれた。私の涙が演技なんて知らず、可愛いユリ。いや、こいつが一番やばかったんだ。こいつが、ユリだけが私の欲しいものをくれた。ユリを探さないと、いや殺すじゃん。じゃあ二人っきりになりたかったの？ユリを探さないと。左行ってなかったよな。あ、戻っただけなんだ。じゃあ奥行って。あ、そっか、ここら辺触ったらなんか、そうだよね。こういうとこ来れて、ユリを探さない、あ、もう完全にユリを探さないとルートになった。ユリいる？どこ行ったのユリ。私だけど、私って姿今どうなってんのかわかる？ユリ。ユリ。ユリいます？廊下の奥、曲がり角の向こうにユリの背中が見えた。やっと見つけた、ユリ。ユリ。ユリ。怖っ。え、私の息遣いだったのかよ。望み、お願い、もう、あー、もう気づいてたんだ。ユリどうしたの、どうして泣いてるの。ユリ、ユリ、私たち一生の友達だよ。そういうことか。エンド1ずっと一緒に、あ、そっか、エンド1ずっと一緒にの意味わかんなかったけど、エンド1はユリと一緒に、望みが生きてはいないけど一緒にいるみたいな状態なのか。ユリだけを、そっか、今だからずっと一緒にいれる状態なのか。怖すぎるんだけど。というわけでサインここまでにしよっかな。ちょうどいい感じの尺でちょうどいい感じに怖いゲームでしたね。気になった方はぜひやってみてください。